こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、水の元キャンプ場さんに来ております。前回の続きでございます。前回の URL は説明欄に貼っておりますので、よかったら、そちらを先にご覧いただけたら幸いです。寝ちゃいまして、2時間ぐらいあの後で起きたら大雨でございます。また結局雨降るのか、本当にね。何なんでしょう、このずっと梅雨明けからね、ずっと晴れだったんですけどね、雨です。お腹空いたんで飯の準備しないとな。飯の前にですね、民宿だっけな、旅館のフロントの方にですね、お風呂を借りに行ってきます。このね、行動がいいですよね。わざわざ車でお風呂を入りに行く、お風呂に入りに行く、いいですよね。まあ近くにね、同志の湯とか温泉あるんですけどね、まあそこはあえてこちらのお風呂を借りましょう。行ってきます。はい、ではお風呂に入ってきます。残念ながら民宿の中にね、あのお風呂あると思ったんですけどね、建物外でしたね。なので建物の中にはちょっと入れないですね。ではお風呂入ってきます。気持ちよかった。もうキャンプ中のお風呂ってほんと気持ちいいよね。あの民宿の中もね、少しだけ、見ることができて、すごく雰囲気のある民宿でね、おしゃれでしたよ。泊まってみたかった。では、自分たちのバンガローに戻ります。戻ってきました。夜になって部屋の雰囲気がね、かなり良くなってますね。では急いで夜ご飯の準備します。火起こさないと。今日もね、ネギの使いどころたくさんありますね。ラーメンもあるし、ネギみじんもありますから飛び散るな。とりあえず準備終わりました。お腹空いたんで早く食べたい。とりあえずもうみんなお腹空いてるんで、肉を焼き始めました。うまそう、いい匂い。もう肉の種類がめちゃくちゃになりましたけどね、これがまたうまいんですよね、この独特の味が。いただきます。うまー、まあ、ネギみじん、うまー。では、最近流行りのコロナビールいきます。なんか最近好きなんですよね、コロナ。うめえ。雨がやばい。スキレットを忘れてしまいまして、メスティン使ってます。買ってから2回目ですね。1回ご飯炊いてそれ以来使ってないんで、まさかね、ここで役立つ時が来るとは。このセット確か1580円のマックスバリューでね、焼肉セットなんですけど、
牛タンがめっちゃ薄いんですよ。牛タンがめっちゃ薄いですけど本当に美味しい。そして幸せも一緒に得られるという、幸せも一緒に込みで1580円は安いですよね。アヒージョももう完成してましたね。これがまたうまいんですよ、ほんと。毎回同じ絵ですいません。これがね、うまいんですよ。音テロ失礼します、音テロいきまーす。うん、うめえ。恐ろしいな、宿泊客がデッキで花火してますよ。最近はもうね、もっぱらレモン堂しか飲まなくなってしまってね、まずいね。昔の本絞りとか生絞り全く飲まなくなってしまいました。レモン堂かジンジャーハイボールかってなっちゃいましたね。もうアヒージョと焼肉の交互で食ってるだけでね、ずーっと幸せが続きますね。あ、そうだ、ちなみにこれ泊まってるバンガロー夏季厳禁って書かれてるんですけど、一応許可ちゃんといただきました。雨降ってるんで、テーブルでこのバーベキューコンロ、テーブルにね、焦げ跡があるんですよ。過去におそらくすごい焦がし方をした方がいたっぽくて、それでね、ここのウッドデッキでは火を使っちゃいけないというような感じになっちゃったのかもしれないですけど、ちゃんと説明して許可をいただいて、使わせていただくことができました。ある程度食い終わって、ある程度片付け終わりました。メスティンがね、やっぱいいっすね。スキレットの出番が、まあ料理によってはねあるのかもしれないですけど、スキレットの代わりにもうしばらくメスティン使うかもしれないですね。はい、焚き火を始めました。焚き火台のある違うバンガローで一応ですね、使っていいよということだったので、屋根もありますんで、こちらで締めのラーメンを食べて、語りたいと思います。雨がねすごい強くなってきてるんですよね、やばい。ここで本日購入した札幌一番塩ラーメンとネギですね、こちらで締めさせていただきます。できました、塩ラーメン、やばい、よだれが垂れてくる。いただきます。ではいただきます。やばい、ネギもねさっきたくさん切りましたんで、はい、うまい、止まらない。いい時間になってきたので、ある程度片付けを終えて、あとは楽しみな部屋飲みをしてぐっすりと眠りたいと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。現在朝の6時過ぎですね。目覚めちゃいましたね。そして二日酔いです。というわけで朝の散歩ですね、川まで歩いて行ってきます。いいですね、雰囲気が。
気持ちいい。完全に目覚めましたね。ちなみにね、気温が19度という夏なんですけどね、まあ天気のせいもありますけど寒いっす。これぐらいの方が過ごしやすいですけどね、暑すぎるよりね。とりあえず少しずつ片付けますかね。昨日の夜ある程度片付けしたのはね、ほんとでかいっすね。多分すぐ片付け終わります。はい、片付け終わり。じゃあ帰ります。はい、チェックアウトしました。今回もね、雨降ってしまいましたけれども非常に満足です。逆にこの雨のおかげで本当に過ごしやすく、楽しめたのかなって思える部分もあったので、よかったです。またね、機会があったら行きたいですね。っていうか絶対行きますね。毎年1回は絶対夏来るわ。行きますわ。というわけで、今回はですね、この辺で動画を締めさせていただきます。この後はまあ山梨観光をしてまた帰ろうかなと思っております。ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。